豊岡市伊豆市町の窯元では、来年の干支、蛇の置物作りが最盛期を迎えています。透き通るような白が優しさを際立たせる蛇の置物。豊岡市伊豆市町で、江戸時代後期から受け継がれる伊豆市焼きは、上質な陶石から作られる白を追求した全国でも珍しい焼き物です。明治時代に創業した長沢製陶所では、50年以上前から縁起物として伊豆市焼きの干支の置物を製造していて、現在、蛇の置物作りが最盛期を迎えています。石膏で作った型枠に溶かした粘土を流し込み、蛇をかたどった後、手作業で一つ一つ丁寧に形を整えたり、目の穴を開けていきます。蛇は昔からこう脱皮をして成長していくっていう意味も、言われてますので、新しい年が脱皮していい成長の年になりますように、多くのお客様をお待ちいたしております。干支の置物作りは来月中旬まで行われ、工房横の直売所や町内の土産物店などで販売されます。